僕の今の、まあ、仕事のテーマ、美容師をしている上での、目標っていうのが、美容業界を盛り上げるっていうことなんで、まあ、この目標を掲げたのは、まあ、10年15年前だと思うんですけど、それとあとは、まあ、教育育成っていうのが好きなので、美容業界を盛り上げる、まあ、卵の子たちが、まあ、美容学生さんになるので、やはり、まあ、こういう機会を与えられて、たくさんのお客様に愛されるスタイリスト作り、楽しく仕事ができるようにと思って、やっております。最初パッと見の時はちょっと怖いんかなとか思ってたんですけど、なんかでも話していくうちにやっぱり優しさが伝わってきて、すごい親しみやすいなと思いました。技術が上手いっていうのはもう当たり前なんですよ。まあ、それは、まあ、美容師さんになったからには一生追求していかないといけないんですけど、僕は一番にそのカウンセリング、コミュニケーション能力っていうのをすごく重きに置いてて、そうですね、技術とコミュニケーション、カウンセリング能力っていうのは今のお客様って半々ぐらいのバランスになってるんですよ。なので技術の講習っていうのはやはり、まあ、学校にね、こうやって講師の先生来てもらったりだとか、まあ、お金払って講習に行ったりとかたくさんあるんですけど、まあ、昔からそうなんですけど、技術学んだから売れるっていうわけじゃないんですよね。そのポイントっていうのはやはりコミュニケーション、カウンセリング能力、どういうことをデザイナーとして提案するかっていうのが一番大事だと思うんで、今回の授業も半分ぐらいはカウンセリングっていうところにポイントを絞って授業をしてます。心境はやっぱりその2年生で卒業していく子らと比べると、やっぱりサロンに就職するのが遅いのでちょっと焦りもあったんですけど、その分学内サロンで人の髪の毛切れるのでお客さんになれれるかなって思ったので来てよかったなって思います。リアルな美容室での話とかもいっぱい聞けたり、カウンセリング力が上がる、めちゃくちゃ濃い内容が学べるのでいろいろ勉強できると思いますし、でここ3年生卒業して実際サロンに就職した時も多分即戦力にはなれるかなと思います。 ECC さんの学生長、しっかり挨拶ができて明るい印象があります。おしゃれな子が多かったりとか、あとはやっぱ3年生も選べるので、やっぱそこにトライする子たちっていうのはとっても前向きで、将来のことをよく考えてるなという印象はありますね。2年でね、美容学校はOK なのに、まあ、美容免許も取れますし、さらに1年間勉強して、まあ、現場に入った時に通用することを考えて3年生を選んでらっしゃると思うんで、学生さん自身がね。なのでその3年生を選ぶ時点でとっても前向きやなと思います。だから本当に大事な時間だと思ってます、この時間は。だから他の美容師さんがやらないであろう、最初に言ったようなカウンセリングとかにも力入れてるのはそのことですね。本当に一番大事なんで、美容師として。それで売れるか売れないか、支持されるかされないかが分かれてるんで、本当にその大事さを、まあ、伝えられてるのかなとは思いますね。3年生コースになるとまあ、たくさんのこういう現場の美容師さん、先輩たちが直接学生の皆さんと関わってやれるっていうのは、やっぱり2年間ではなくって3年目の1年間にしか学べないことだと思うので、そういうことにトライしてる ECC さんのシステムっていうのはとっても大事なことやし、素晴らしいことだと思います。あともう一個ね、それっていうのは結局美容師さんを10年するとか15年するでも、アシスタントの期間っていうのは1年2年3年なんですよ。この中に僕、美容学校の生活も入ってると思うんですよね。で、スタイリストになるとなかなか勉強しなくなったりとか、勉強を教えてもらえる機会がないんですよ。だから僕の中では美容学生とアシスタントの間がこのスタイリストの10年間15年間の全ての器になると思ってるんですよ。それを ECC さんやったら3年目のこの1年間ってとっても濃い時間になるので、僕はそれも踏まえて
大事な時間だとは思ってますね。美容師を10年、15年、20年やる中でと思います。やっぱ美容業界を盛り上げるっていうことなので、まずはお客様の笑顔が一番ですよね。その笑顔を作るときに美容師さんの力が必要なので、やっぱ人生をかけてたくさんのお客様 と、たくさんの、同志ですよね、仲間をこう育てるっていう意味です。僕の人生は美容師とは人生です。